スーパージュニオ R のキュヒヨンの実子、チョアラが、弟キ、ユヒョンに対する切ない気持ちを表現しました。最近、韓国で放送された、KBS 2 TV の、吹いて、熱狂の中へでは、キュヒョンとウニョクが姉と一緒に、日本へ旅立ちました。その日、ウニョクの姉である、イソラは、キュヒヨンと、彼の姉に向かって、二人は、離れてくれらしていたので、ぎこちなく、感じた、りしなかったの?と尋ねました。キュヒョンと、彼の姉、チヨアラは、チョアラの留学生活のために、約13年間離れてくれらしていました。キュヒョンは、学校の休みの時だけ、たまに帰っていましたと答えると、イソラは、それなら、本当に親しい時間を過ごすことはできなかったのでは、ないかと言いました。チョアラは、制作陣とのインタビューで、私たちは幼い頃からとても仲良しで、喧嘩することもなく、本当に、普通の兄弟でした。でも、あの出来事をきっかけに、と語りました。彼女は、デビュー当初、キュヒョンは、大きなことゆえに会いました。多くの人々がその事故を知っていますと述べ、キュヒョンが4日間も、昏睡状態にあり、4ヶ月間入院していた、交通事故について言及しました。そして、彼女は続けて、その当時、私は留学中で、まだ学期の途中でした。私はすぐにでも韓国に帰りたかったのですが、両親も心配しており、学生でありながら、帰りの飛行機に乗るお金もありませんでしたと当時の状況について話しました。さらに彼女は、私にできることは何もなく、家で電話とインターネットに頼り、ただキュヒヨンの命だけが助かればと願いながら、愛し合って生きていくことを祈りました。さらに、その出来事をきっかけに、私たち家族は再び一緒に生きることができた、末っ子を大切に思っています。そして彼は助かったのですと打ち明けました。だから、キュヒョンが何を言おうとも大丈夫であり、嫌なことを断れても彼を可愛いと思うのですと、弟キュヒョンへの愛情を表現しました。